リズム、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 リズムチャンネル。今回のほぼ週刊リズムチャンネルではなななななーんと一匹でも犬猫を救う海さんと上田氏さんへ取材させていただきながら2019年12月31日火曜日締め切りのクラウドファンディングについてお送りします。その名も猫との共生地域猫活動推進プロジェクト、不幸な命を増やさない人にも猫にも優しい街を目指してです。猫好きの方はもちろん、猫が嫌いな方や野良猫に困っている方にも知ってほしい活動となっております。ぜひご覧ください。どうぞ。まずは上田市役所生活環境課の松木さんへインタビューさせていただきました。自己紹介をお願いします。上田市役所生活環境課の松木と申します。よろしくお願いします。上田市内にいる猫の現状について教えてください。野良猫っていう形になりますけども、野良猫の苦情ですとか被害といったものというのは、私ども上田市の生活環境課にも寄せられますし、上田の原福祉事務所の方にも寄せられていますけれども、苦情の内容としては畑とかね、花壇とかそういったところに、入ってこう掘り返されちゃうとか、あるいは糞とか尿とかの匂いが臭いとかね、そういったこと、あと盛りがついてくるとね、猫の鳴き声がすごいんですけれども、そういった猫の鳴き声でうるさい、そういった苦情が結構多いです。そんなトラブルの中でね、原因としては、野良猫がたくさんいるというところがあるんですけども、その餌やりさんって猫にね、野良猫に餌をあげている人がいる、その餌をあげている人っていうのは猫がかわいそうだとか、あるいはかわいくて、野良猫に餌をあげてるんだけれども、一方で、だんだん猫増えていっちゃうので、そうすると猫嫌いな人とか、あるいはさっき言った畑とか花壇とか糞や尿の匂いってもので被害を受けている人もいるというところで、その餌をあげている人とそうでない人の間でトラブルになるということが多いというような状況です。これが野良猫、野良猫の状況というのはそういう形です、ね。これは上田市だけに限らず全国的な問題だとは思いますけど、そういった状況があります。上田市役所さんが行っている地域猫活動ってどんな活動ですか？地域猫の説明をすると、その野良猫がたくさん増えてきちゃっているので、長野県動物愛護会上昇支部というところが主体になって、バースコントロール事業の補助事業をしています。その中で上田市はそれに対して負担金を払っているんですけれども、それは市町村によって制度はまちまちなんですが、上田市の場合は自治会あるいは団体の方に申請をしてもらうと、野良猫とかね、その自治会単位で地域猫というふうに指定をして、でそれに対してバースコントロール事業、避妊去勢手術をした猫の費用について負担金をお支払いしているというような状況ですね。ですので、単純にただ何もされていない野良猫と、地域で管理をしている地域猫という、そういった区別になります。なので地域猫っていうのは、それでさっきの餌やりさんですとか、あるいはトイレの関係ですね。トイレの関係とかをきちんと管理する人とか、そういったものをきちんと決めていただいて、それで、地域でその猫を守ってもらっていると、そういった猫になります。なぜ上田市が地域猫活動にふるさと納税かっこクラウドファンディングを活用しようと思ったのか教えてください。はい、さっきのね、地域猫に対するバースコントロール事業に対するその
女性といいますか、まあ、負担金として長野県動物愛護会支部にお支払いしてるんですけども、補助率がですね10分の10、いわゆる不妊去勢手術にかかった費用の全額を上田市が負担しているということになります。でそうすると平成30年度、まあ、去年ですけどね、昨年度の実績から言うと101匹の猫に対して不妊去勢手術をしているということと、今年度も、まあ、まだ見込みですけれども140匹近い猫に対する不妊去勢手術をする予定というようなことで、結構費用がかかるんですね。そういったものの中で上田市としても財源と言いましたね、お金がふんだんにあるわけではないので全部を支払いすることがなかなか難しい状況と、そういった中でこのクラウドファンディングを使って皆様からご寄付をいただいたその費用をこの不妊去勢手術の方に当てたいということがありまして、今回クラウドファンディングを実施させていただいているというところです。どんな変化や効果がありますか？地域猫を昨年から始めて、実施してきてますので、減りつつあるかなっていうところですかね。で地域猫をやると自治会から申請もらってますので、いわゆる地域で見守っている猫ということで地域の住民の方にお知らせするんですね。今このうちの自治会は地域猫取り組んでますよっていうことで、周知をしてますので、単純に野良猫じゃないの理解をしていただくと、それもまた一つの効果ですね。で、避妊去勢手術をしますと、猫の耳を V 字カットするんですけど、まあ、そういった猫を見ればね、あ、この猫は避妊去勢手術ちゃんとしてあるなというふうに思ってもらえるので、それも一つの効果だなというふうに思います。上田市としての地域猫活動での目標を教えてください。はい、まあね、地域猫活動の目標というかね、まあ、目指すところは野良猫をゼロなんでしょうけど、ゼロっていうのはちょっととても無理な話だと思うんですね。でも地域の住民からの苦情とかね、迷惑しているといったそういったものが少しでも多くなればいいかなというふうに思ってますし、何よりもそういった不幸な命といいますかね、野良猫として生まれてきて殺処分、まあ今もね殺処分はしてないですけれども、数が多くなってくるとそういったことも考えていかなきゃいけないような状況になってこないように、敵でもそれこそ猫の命を守っていきたいというそういった思いがあります。野良猫っていうのは生まれてきても過酷な環境の下で生きていますので、寿命が4年とか5年とか短いんだそうですね、飼い猫と違って。ですので、不妊去勢手術をすれば、だいたい4年から5年ぐらいで、亡くなっちゃう、死んでいってしまうということもあるので、これ以上増やさないということ、それから数をだんだんそうやって減らしていきたいということです。ただ減らしていくにも猫を飼ってらっしゃる方に対してお願いなんですけれども、飼い猫は家の中だけで飼っていただきたい。外でも飼ってしまうと野良猫なのか飼い猫なのかの区別がつかなくなっちゃうということになります。外に出ていると、不妊去勢手術がしてあればいいんですけれども、してなかったら、子供を産んできたとか、また猫を増やしてしまう原因になってしまいますので、不妊去勢手術をした上で家の中だけで飼ってもらいたい、それから飼い猫に目印をつけてもらいたい、マイクロチップっていうのが今出てきましたけれども、そういったものをつけるとか、あるいは首輪をね、可愛い首輪をつけてもらうとかっていうことに、それをつけてもらうことで、あ、この猫は飼い猫だなっていうふうに分かりますので、そういうふうにしていただきたいなというふうに思います。ありがとうございました。皆さんへ向けてメッセージをお願いします。上田市では地域猫活動を推進しております。現在クラウドファンディングを実施しております。実施期間は12月31日までとなっております。皆様のご協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
お次は NPO 法人一匹でも犬猫を救う会さんへ取材させていただきました。自己紹介をお願いします。私はゆきと言いますにゃ。よろしくね。よろしくお願いします。長野県上田市東新地域で犬や猫が一匹でも幸せに過ごせるように活動してますにゃ。内容としては飼い犬飼い猫の適正飼育の啓発やイベント開催、地域の飼い主のいない猫の PNR 活動の推進、お手伝い、あとは毎月第1日曜日、上田合同庁舎で譲渡会をやってるにゃ。会の成り立ちはどんなきっかけだったのですか？保健所に収容され、処分される犬猫を知り、なんとか生かしてあげたいっていう思いからだにゃ。やっぱり次から次へと保護依頼が来る、保健所にやってくる。そして保健所の職員さんはもうどうすることもできないから泣く泣く処分の方に回す、それの悪循環繰り返しっていうものを、やっぱり行政の方たちに全てを任してはいけないっていう思いがありますね。それで私たちのような民間のボランティアがもうやっぱりどうしても必要不可欠だと思い、このような会を立ち上げたということもありますね。ひどい時はやっぱり今年ちょっと南進の方で起こった80匹の猫の多頭飼育崩壊ありました。その時もやはり私たちのようなボランティア団体がいなければ全て処分をしなければいけない状況です。なのでそういうことも今はとても必要な、必要とされる活動であると思っています。一匹でも犬猫を救う会さんの目的や目標を教えてください。このようなボランティア団体やシェルターがなくなる日が来るのが目標です。地域猫活動ってどんな活動ですか？いい質問だにゃ。外の野良猫ちゃんを地域のみんなで見守っていろいろなトラブルを減らしていこうという活動だにゃ。どんなトラブルがありますか？なぜ必要なのか？クラウドファンディング立ち上げのきっかけも教えてください。猫の直接的なトラブルでは鳴き声や糞尿による隣人とのトラブルがあります。あとは外に出ていることによって病気や寄生虫というものを伝播してしまうというトラブルもあります。また主にはやっぱり隣人とのトラブル、そういうものを減らしていきたいっていう思いで、猫の好きな人も猫も嫌いな人も一緒に参加して見守って猫の個体数を減らしていきましょうという活動なんだにゃ。そしてクラウドの立ち上げについては、まず私たち一匹でも犬猫を救う会がこのような地域猫の活動をやっていくにあたって、やはり行政との連携や行政からのご支援もいただいていかなければ、やはり進んでいくのがなかなか難しい、そういう思いでいたところ、行政の方からこのようなお話があり、行政の方でもそれを推進していただけるっていうことでクラウドが立ち上がったということになります。地域猫と野良猫の違いを教えてください。はい、地域猫は地域で必ずどなたかが見守ってくださっていて、耳の先に不妊手術をしたカットが入っています。そして餌の時間は決まった時間にきちんと片付けて、トイレもきちんと管理をされているという、そのように見守られている猫が地域猫と言います。そして野良猫はどなたもやはり手を出す方がいない、自由に外で暮らしている猫ちゃんのことを野良猫と言うと思いますね。はい、野良猫って1年にどれくらい増えるのですか？はい、1年で多い時は3回出産します。そして1回で3から6匹生まれるとされてます。またその生まれた子供たちが産んでとなると、もう本当に
すごい風になるんですけれども、まあ、お外は過酷な環境になるので、秋に生まれた子たちはね、なかなか寒くて育たなかったりと、風邪をひいて育たなかったりはしますけれども、やっぱり何も不妊手術しなければもうどんどん増えていってしまうっていう状況ですね。はい、クラウドファンディングで得たお金はどんな活用がされるのですか？このクラウドファンディングの上田市の上所の愛護会の方に入ってくるんですけれども、その愛護会に入ってきた支援のお金は全て野良猫の不妊手術のために使用されます。で、その結果もきちんと報告がなされると思っております。はい、手術費用って高いのかな？はい、オスは9000円ほど、メスは1万7000円ほど全額負担していただけるようになります。支援金額のコースの種類を教えてください。はい、コースは5000円コースがオリジナルカレンダー、1万円コースはオリジナルカレンダークリアファイルポーチ、2万円コースはオリジナルカレンダークリアファイルトートバッグポーチ、3万円コースはオリジナルカレンダークリアファイルポーチトートバッグ台トートバッグ賞となっています。この動画を見た方が寄付したいと思った時、どこからアクセスできますか？一番簡単なのは上田市地域猫ふるさと納税と検索してアクセスいただければいいかなと思います。締め切りは12月31日までです。よろしくお願いします。最後に一言お願いします。たくさん課題が山積みなんですが、一番はやはり忘れていけないのは、物の言えないワンちゃん猫ちゃんが行き先がなくなってしまったとか、辛い環境でひどい思いをしてるとか、そういう場面から救ってあげられることができればなと思っています。で、一匹でもっていう言葉がやっぱり全ての子たちを救うことはちょっと難しいですけれども、一匹でも多く少しでも救えればという思いで活動をしていまして、やっぱり同じ気持ちを持った方がね、たくさん賛同して今までやってこれたのかなと思いまして、で、まあ、これからも同じように活動していって、でゆくゆくはね、辛い思いをしたり置いてけぼりになってしまうワンちゃん猫ちゃんがいなくなるように、適正飼育飼い方の問題、そういうものもやっぱり啓蒙啓発も同時にそこも大事で行って、最終的にはこのシェルターがもう入ってる子が一匹もいないねって、万歳、じゃあこれで私たちの会は解散ねっていう時がもう来るのが一番の最終目標になってますので、はい、その日が来るのを夢見て活動しております。でもまだまだ終わりは見えませんので、たくさんのボランティアさん、共感してくださる、手伝ってくれる方はまだまだもう大募集してますので、気になる方は会のホームページのメールアドレスからお問い合わせいただいたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。撮影中も保護依頼の電話がかかってきていました。でも一匹でも犬猫を救う会のボランティアさんたちは1円もお金をもらってないんだって。知らなかったな。多くの質問に答えていただきありがとうございました。上田保健福祉事務所の食品生活衛生課へお願いし、過去6年間の猫の譲渡数と死亡処分数のデータをいただきました。このデータを見てみると、里親などへの譲渡が増え、死亡処分は大きく減少傾向にあることが分かります。これは上田市さんや NPO 法人一匹でも犬猫を救う会さん、上田保健福祉事務所さんの活動成果や、飼い猫を室内外にするといった飼い主さんの意識変化のためであると考えられます。猫と人とを取り巻く環境がより良い方向へと変化しつつある今、優しい街づくりのためこの企画は生まれました。人か猫かではなく、人も猫も暮らしやすい街へ。あなたにできることがこのクラウドファンディングにはあります。
ぜひご協力をよろしくお願いします。皆さんこんにちは、上田英治社員の長岡です。本日はこちらの作品ラストムービースターを紹介させていただきます。こちらの作品、来週の12月10日火曜日から10日上田英治にて公開のアメリカ映画となっております。トランザム7000やブギーナイツなどで知られるバート・レイノルズの最後の主演作となっております。前編カントリーミュージックが流れている映画なんですが、バート・レイノルズの往年の悲哀であったり、彼自身の持つ魅力がたっぷりの作品となっております。彼の、俳優人生と映画の役がとてもなんかマッチした作品となっておりまして、何かおかしみみたいなところもあったりするロードムービー仕立ての映画となっております。ぜひ上田英治のスクリーンがとても映える映画だと思うので、ぜひ劇場でご覧いただきたい作品です。皆様のご来場お待ちしております。